アルゼンチンのイグアス国立公園で働く自然保護官自然保護官とは国立公園内等で自然環境を保護するために活動する職員。本記事では英語でパークレンジャーと呼ばれる職業について解説する。アメリカ合衆国やカナダでは国立公園で自然環境の保護するために働いている職員をレンジャーレンジャーやパークレンジャーパークレンジャーと呼んでおり、 国立公園には多くのパークレンジャーがおり国立公園内の自然を保護するための広範囲の仕事を盛んに行っている。米国やカナダでは国立公園を訪れると制服を着用した職員が活動している場面にしばしば出会うことができる。南米の国々でも同様の職の人々がいる。米国の自然保護官厳密には米国において パークレンジャーという肩書きを有している職員がいるわけではない。米国で単にレンジャーとは国立公園内において活動する取締官のことを言う。一般にパークレンジャーと呼ばれている公園職員は国立公園内のビジターセンターなどで自然解説を行っているパークガイドである。このほか公園職員には施設維持等のメンテナンス職員などもおり、 ビジターサービスは行っていないが、制服等はほぼ同じであるためパークガイドとの見分けはつきにくい。さらに、ボランティア職員もワッペン付きのシャツを支給されている。米国の国立公園職員にはパーマネントとシーズナルがおり、特に夏季にビジターセンターに配置される多くの若手職員は学生、または大学卒業直後のリ日本でも米国のレンジャーに習って、 自然保護官という職が設置されたが、まだその数は少ない。自然保護官を含む日本の国立公園制度は、アメリカの制度を参考にして作られたのだが、その業務内容や規模には大きな違いがあるのである。例えば、アメリカには約1万3000人がいるのに対し、日本には自然保護官は300名弱しかおらず、国立公園の面積一万ヘクタールあたり一人未満しかいない。 環境省の地方支分部局である地方環境事務所に置かれる職及びその行政用語としては日本語を用いるのが望ましいとの判断で自然保護官としたわけであるが自然保護官ではいささか硬いので日常的には米国などに習ってレンジャーと呼ばれることもある。日本では現状では国家公務員という枠組みで扱われており全国各地に29カ所ある。 国立公園等で勤務している。一般的に現場管理を担当している職員のうち、特に自然保護官として発令された人を指しているが、自然環境保全に関わる現場職員の総称でもある。日本全国7カ所の地方環境事務所、自然保護事務所、支所、そして約80カ所の自然保護官事務所に現場職員が配置される。主な仕事は、 自然公園法に基づく国立公園の許認可、公園の土地や施設の管理、適切な利用のための規制、公園を訪れた人々へのインタープリテーションなど幅広い。日本の自然保護官は人事院が行う国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験のいずれかに合格したもののうち、 環境省地方環境事務所への配属を命令されたものがなると定められている。ありがとうございます。